どうもこんにちは、エルサムです。じゃあ3分プラグ始めたいと思います。さてですね、以前ですね、僕の公式 LINE 友達約1000人に聞きました。こんなライブが嫌だったっていうね、ファンの方からの実体験をもとにね、得た情報をここで言うっていうのが非常に好評を得まして、っていうか、まあ僕が味を占めまして、またまた公式 LINE 友達1000人に聞いてみました。私はこうしてファンを辞めましたっていう話したいと思います。ね、まあね、こういうことがあってこの人のファンを辞めましたっていう話ね。まあこの話誰向きに喋ってるのか分かりませんけれど、まあね、バンドマンの方、そして僕自身もね、やっぱ知っておいた方がいろいろ自分の今後の活動のためにね、何かなるんじゃないかなっていうわけで、まあ何かのヒントにしていただければと思います。あとね、まあ、ファンの方とか、ああ分かる分かるみたいなこときっとあるんじゃないですかね。まあそんな話じゃいくつかしていきたいと思います。まずいただいて、まあ、これは、まあ、僕もなんか納得できた話です。ライブでの話。セットリストがいつも同じ。ね。まあそうですね。特にやっぱ毎回ライブとか来られてる方とかだと、やっぱりいつも同じセットリストだとやっぱまあ嫌になっちゃうんですよね。もうまたこれかよっていう気持ちになっちゃう。まあファンを辞める理由の一つ。うん、まあまあ納得。ただまあやる側としての気持ちもまあ分からなくもない。やっぱ同じセットリストだとどんどんこうブラッシュアップして、クオリティがどんどんやっぱ上がっていくんで、やっている方としては結構ね、充実したりはするんですけれども、まあ、ね、ファンの方の気持ちもまあ分かります。続きまして、これも僕はね、演者側として気持ちも分からなくはないんですけれども、東京でしかライブがない。難しいですよね。これはやっぱ地方の方の意見だと思うんですけど、やっぱライブに行きたいのにそんなに東京ばっかりでやってたら私見に行けないじゃんっていうね。やっぱこれやっぱ好きがゆえですよね。より多く見たいのに、どうして見せてくれる機会を作ってくれねえんだっていう。ね。まあ、でまあ、まあ、いろんな理由あるでしょうね、やってる方としても。まあ、ね、僕とかやっぱツアー好きなんで、できるだけ行きたいなと思いますけれども、やっぱね、単純にやっぱ、都内はやっぱ多くなっちゃいますよね。ね。単純な時間的な問題、お金的な問題があるんで。なんですけれども、まあまあ、やっぱ、年に何回かはね、やっぱ、ツアーは多分嫌いな人そんなにいないと思うんで、まあ、どのバンドさんもできるだけ行きたいとは思ってると思います。多分ね。です。この辺からですね。まあ、これも全然わかるんですけど、好きなメンバーが脱退した。まあ、そりゃそうですよね。まあ、辞める理由としては、なんか筋が通ってますよね。まあ、バンドが好きというよりかは、その人が好きだったんだと。それがいないバンドにもう魅力感じませんよっておっしゃる通りです。メンバーの不仲が如実。悲しいですよね。まあでもそういうバンドありますよね。別になんか仲良かったら全てがいいっていうわけではないんですけども、そんななんかあからさまに嫌ってる感出さんでやつもありますよね。当たり前ですけど、ね、人がこうバチバチ悪い意味で争ってるのを見て楽しい人はいないと思うんでね。まあ別にね、仲良し恋してずっといるっては思わないですけども、そんな仲悪さをアピールする必要もないんじゃないかなって思います。わ、もう3分経ってる。あのね、めちゃくちゃあるんです。めちゃくちゃね、たくさん意見いただいたんで、次回もこの話続きしたいと思います。じゃあとりあえず次回お楽しみに。